イングリッシュフットボールリーグはイングランドのプロサッカーリーグである。2015年以前の旧勝はフットボールリーグ、プレミアリーグに次ぐ2部から4部に相当する。1888年に開幕した世界最古のリーグ戦であり、プレミアリーグ創設以前はイングランドの最上位リーグの地位にあった。リーグはチャンピオンシップリーグ1、リーグ2の3部で構成され、各24クラブ、 K72 クラブが所属する。上位のプレミアリーグ、下位のナショナルリーグとの間で、シーズン終了時の成績に応じた、昇降格があり、チャンピオンシップの上位2クラブとプレーオフ優勝クラブは、プレミアリーグに昇格、リーグ2の下位2クラブは、ナショナルリーグへ降格する。フットボールリーグを考案した、ウィリアム・マグレガーリーグ戦の考案者は、アストンビラの経営陣であったウィリアム・マグレガーである。 1888年3月に下記の12クラブでスタートし、1958年には4部制を敷くまでに規模を拡大した。1992年にディビジョン1に所属していた主力20クラブがフットボールリーグを離脱し、フットボールアソシエーションが統括する新しいイングランドのトップリーグ FA プレミアリーグに移行した。フットボールリーグは プレミアリーグの株カテゴリーとして存在することとなった。各デビジョンのリーグレベルが一つずつ繰り下がり、ディビジョン4が消滅する形で、ディビジョン1、ディビジョン2、ディビジョン3の3つのディビジョンに再編された。2004年にディビジョンの表記が次のように変更された。太字は FA カップとのダブル。一部リーグ優勝はプレミアリーグ歴代優勝クラブと、 歴代得点王を参照のこと。二部リーグはディビジョン1に、三部リーグはディビジョン2に、四部リーグはディビジョン3に解消した。一部リーグ優勝はプレミアリーグ歴代優勝クラブと歴代得点王を参照のこと。二部リーグはチャンピオンシップに、三部リーグはリーグ1に、四部リーグはリーグ2に解消した。1992年に、 ディビジョン1の20クラブが離脱し、プレミアリーグを創設してから、プレミアリーグとフットボールリーグの間で3チームずつの昇格、降格を行っている。毎年8月翌年後、ありがとうございます。